聴診とは診察の項目のうち音を聞き取って行うものである。聴診器を使う関節聴診と直接体壁に耳をつけて聞く直接聴診とがある。胸部聴診では心音や心雑音、首動脈雑音、呼吸音などを聞き、腹部聴診では腹部血管雑音、グル音を聞く。患者を聴診している内科医。 聴診三角の部分に聴診器を当てている漢字を聴診している小児科医師が診療の際に用いるドクターコープ。聴診器にはベル型と膜型の2種類がある。ベル型は心音に関しては全ての音を聞くことができる。膜型は低音を成分を減弱させるので高音が聞きやすくなる。ベル型で聞き取れて膜型で聞こえなくなる低音というのは小さな低音ということになる。 また現在は外部音を低減させ、体の音を増幅させる電子聴診器も開発されている。心臓の聴診を行うとき場合、まずは、心血関係の一般診察を合わせて行うべきで、ある、これらの情報と総合して、聴診の所見は決定される。一般内科レベルの心臓疾患の診断の手順としては、病歴聴取、身体診察、血液検査、 胸部 X 線、心電図、断層心へ構図を総合的に行う必要がある。病歴は時系列で症状のオンセット、持続、誘引、実際の活動度を中心に聴取していく。症状がなく、異常の指摘といった病歴も特記すべき事項がなければ、正常所見と言われる状態ならば、正常と考えて良いが、そうでなければその所見が正常かどうかは想定する。 疾患によって異なる。近年は心臓の異常よりも血管の異常の方が多いので、スクリーニング診察として動脈の触診は重要である。即敗動脈は心臓から腹大動脈を経て抹消まで来ているので、ここの拍動は全身の血管病変のスクリーニングとして有用である。動脈の疾患は下肢の方が頻度としては多いのだが、 鎖骨下動脈の狭窄や閉塞を調べるために、頭骨動脈の触診も行うべきである。少しでも異常を感じたら血圧測定を行い、より多角的に記載するように心がける。たとえ、痺れや、間欠性破壊といった症状があったとしても、左右の上肢、下肢の動脈拍動に差がなければ優位な閉塞性、動脈硬化症は、否定ができるとされている。首動脈の所見は、 無謀の白動に関連すると言われている。ショック症状の時、首静脈の土調が見られたら、肺動脈血栓側栓症が疑える。また、右室の拡張気圧や肺動脈の圧が上昇していると、A 波という鋭い白動が見られる。この初見は、急性心筋梗塞の場合は見られない。首静脈の指針は内形動脈で行うのが基本であるが、 内径動脈が見えにくい場合は、外径動脈を観察する。立位で内径動脈が下肢できれば静脈圧は上昇している。業外45度では、胸骨格から内径状脈拍動の最高点までの高さが4センチメートル以上であれば静脈圧は上昇していると考えられる。外では正常でも土調と拍動が見られ、逆に土調が見られなければ静脈圧の減少が、 考えられる。首静脈の拡張が認められれば、首静脈波のどの波が優位かを判断する。首静脈波は A 波は、右毛の収縮、C 波は三線弁の右毛への暴流、X 波は、右毛の主観、V 波は右毛への血液流入、Y 波は、血液の輸出への流入を示していると言われている。首静脈の土長は A 波、V 波の高まりで生じると考えられている。 愛音に一致すれば A 波であり、2音に一致すれば V 波である。A 波の上昇は三千弁狭窄症、右室肥大、右心不全、肺高血圧症を示唆し、V 波の上昇は三千弁閉鎖不全症、心不全を示唆する。首動脈の初見は大動脈の拍動に関連すると言われている。二方性脈が見られる場合は大動脈弁化狭窄が疑え、 おそ脈がある場合は大動脈弁強弱、側脈が見られる場合は大動脈閉鎖不全症が疑える。左側外にすると新鮮拍動は触れるのが正常である。一般に心臓調診は左側外の方が分かりやすいのでまず拍動やスリルを触れてから調診は開始する。左側外で新鮮拍動を触れた部位にベル型の調診器を当てる。ベル型は 低音成分聴取が得意であるため、3音、4音、i 音の減弱が分かりやすい。動部位で高音成分聴取が得意な膜型に変えると、相棒弁閉鎖不全の雑音や大動脈弁閉鎖不全の雑音が聴取しやすい。新線部から新規部へ移動しながら、左室、右質、肺動脈、大動脈の各領域を聴取する。新雑音がある場合は、 雑音の最強点を特定する。左室領域とは、心線部や相棒弁行であり、大動脈領域は大動脈弁行であり、右室領域は胸骨左炎下部や三線弁行であり、肺動脈領域は肺動脈弁行である。雑音の放散部位も、初見となる。新雑音が、頸部に放散すれば大動脈弁由来、頸部ではなく、 背部に放散すれば相棒弁由来である可能性が高い。蒸気のような定義が一般的には知られている。自創で言うと、地音との間隔が短いのが愛音であり、地音との間隔が長いのが通音である。心電図の急波から通音の間が収縮期であり、通音と心電図の急波の間が拡張期である。天井者では愛音から通音より通音から、 愛音の方が長いという事実と自相の分析はよく一致する。また愛音と通音は部位によって大きさが異なることも知られている。新線部では愛音の方が大きく聞こえ、新規部では通音の方が大きく聞こえる。これは新線部では相棒弁により近く、新規部は大動脈弁に近いからであると考えられている。もし、 アイオトとツーオトの同定に困ったら新線部から新規部へ順に指紋を聞いてみればよい。徐々に大きくなるのがツーオトである。新規部では確実にツーオトが大きく聞こえる。またアイオトの方が持続時間も若干長いと言われている。頻脈を呈しているときはこういった知識を用いてもアイオトとツーオトを同定できないときもある。この場合は 首動脈を触進する。原則として、愛音とツ音オの間に、軽動脈で拍動が触れる。もちろん、頭骨動脈や側肺動脈でも同様で、あるが、首動脈が一番確実に同定できると言われている。愛音とツ音の異常としては、以下のようなものが知られている。これらは、愛音とト、ツトの生理学的な意義から、ある程度考察することができる。愛音は、 左出の機能に関係した音である。実際に若くて健康な人では、愛音は大きく聞こえる傾向がある。新線部で愛音が小さく聞こえるときは、左進出の機能が低下しており、実際に、心臓超音波検査では EF が低値である傾向がある。強弱がわかりにくければベル型と膜型の聴診器を使い分ければよい。ベル型で聴取できて、膜型で、 聴取できなければ高音が乏しく、愛音は減弱している。通音は大動脈弁由来の A と肺動脈弁由来の P の2つの成分により構成されている。A と P の区別は首動脈波などを用いなければわからないが、健常者の場合は A は新規部から新線部にわたって聴取できるが P は2リットル SB 近くに原曲して聞こえるといった分布に差がある。 分裂を聞き分けるには息こらえが必要な場合もある。分裂音はあくまで通音なので、新規部で聴取する。新線部で同様の音が聞こえたら、それは通音の分裂ではなく、過剰心音である。分裂で特に重要なのは、息を止めなくても分裂が変化しない固定性分裂である。心電図で不完全右足ブロックを認め、固定性分裂を認めたら、 心房中核血損症の可能性が高く、心臓超音波検査などで確定する必要がある。成人の場合は、自然閉鎖が期待できず、手術の適応例が多い。心線部で、おっかさんというリズムで聞こえたらそれは、スリー音である可能性が高い。スリー音、フォー音は共に、心線部、左側外でよく聞こえる。心拡大が起こると、音が、心肥大が起こると、 ほ音が聞かれる。スリー音、ほ音ともに聞かれる場合を、ギャロップリズムといい、心不全、虚血性心疾患、DCM、過剰お湯液のサインである。スリー音の病的意義は、心室コンプライアンス低下、心室拡張器容量不荷である。ほ音と異なり必ずしも病的内義はなく、生理的スリー音というものも存在する。左側外にすると弱年者では、 3音が聞こえるのが正常である。むしろ聞かれない場合が高血圧や、心筋の飛行を疑う。生理的3音が聞こえる場合は、I 音、2音も同時に大きく聞こえる場合が多い。その原因としては、胸壁が薄く、心筋の進展性が非常に良いためと考えられている。生理的3音と、病的3音の聞き分けとしては、I 音、2音の音程。 音量が手がかりになりやすい。生理的スリー音では、I 音、2音が大きく、スリー音の音程が高い。そして病的なスリー音では、I 音が小さく聞かれ、スリー音の音程が低いと言われている。また病的スリー音が聞かれる場合は、他の心不全兆候や心拍数の増加が見られることが多いことも手がかりとなる。典型的でないと童定は意外に難しい。 心室壁のコンプライアンスの低下は、すり音を起こすが、それで心室の拡張末期圧が上昇すると心房が、強収縮を起こすのでフォートが起きるといった現象も知られている。結局、疑わしいと思ったら心臓を超音波検査など、他の検査を併用するべきであり、そこまで頼らないことが重要である。心線部で、おとっつぁんというリズムで聞こえたらそれは、 ー音である可能性が高い。スリー音、フォー音は共に、新線部、左側外でよく聞こえる。心拡大が起こると、スリー音が、心肥大が起こると、フォー音が聞かれる。スリー音、ー音と共に聞かれる場合を、ギャロップリズムといい、心不全、虚血性、心疾患、DCM、過剰湯液のサインである。スリー音と異なり、 高音が聞こえたらそれだけで病的な所見である。高音が聞こえたら心筋が飛行し、左室のコンプライアンスが低下していると考えてよい。つまり、高音は、左室の拡張障害と、左室拡張末期圧の上昇を意味する。高音はあくまで心房の収縮を見ているので、心房細動が存在したりして心房が十分に収縮しない場合は、高音が存在するべき病態でも、 高音が聞こえない場合があるため注意が必要である。特に左型心筋症などがある場合は、心房細動で左心不全に陥る場合があるため注意が必要である。心雑音とは一般に心音と心音の間に聞かれる音であり、心音よりも持続時間が長いのが特徴である。部位、自創、音程などによって分類される。心臓カテーテル検査における、 圧格差のによって決定されることが多い。ピッチは高いほど病的であり、拡張期雑音も病的である。収縮期雑音は、政治的なこともあるが、自創が、収縮後期になるほど病的な雑音の可能性が、高くなる。また新雑音が聴取された場合は、レバイン分類で記載する。重症例は、聴診所見だけではなく、スリルが触れるかという触診所見も重要となる。 特に重要なのは心雑音が収縮期か拡張期かを同定することである。これは愛音と通音の同定ができれば問題はない。心拍数が100ミニッツを超えると収縮期と拡張期の判別はしばしば困難になる。また心雑音の音量が大きい時も間違えやすいため首動脈の触診を持ち拍動が感じる前が 愛音という初見を参考にしながら行うことが望ましい。収縮期とは愛音と通音の間であり、拡張期とは通音と愛音の間である。屈出性は増減性がある音、逆流性とは増減性のない音である。心臓カテーテル検査、心電図、心臓超音波検査といった他の検査の理論から定義されている。また傾向として機能性雑音は、 収縮早期であり、気質性雑音は収縮中期以降から拡張期にわたることが多い。確実に機能性雑音と言い切るには次の条件が必要である。それは、収縮気雑音であり、I 音と2音が正常であり、過剰心音が存在しない、膜型では聞こえにくい、低調音である。そして自覚症状がなく、心電図、X 線写真で異常がないことである。 雑音の放散部位も初見となる。新雑音が頸部に放散すれば大動脈弁由来、頸部ではなく背部に放散すれば相棒弁由来である可能性が高い。なお、新雑音が厚格差に由来するため、厚格差が少ない右心系の弁膜症では、雑音は聞かれないことが多い。心電図や X 線写真で右心負荷所見を探し、 心臓超音波検査で確認を行うというプロセスを踏むことが多い。収縮期雑音格張期雑音侵害性、雑音名前がついた有名な雑音心臓弁膜症を参照に、呼吸音の記載法は標準化されていない。詳細な分類が存在するが、その分類が臨床に直結しないことも多い。例えば、ロンカイトウィーズは、 音質は全く異なるが意義は同じである。呼吸の自創や周波数成分を利用した分類も提唱されているが、不十分な点も多い。気管自然則の強制吸気時のウィーズ、配線異症のクラックル、上気道閉塞を疑う緊急所見、ストライダーなどはエビデンスがある程度揃っている、所見である。ありがとうございます。